どうもベアンです。目の前に見える駅がですね、JR 伯備線の根尾駅になるんですけども、この駅がですね、7月31日で、100周年を迎えられるんですね。100周年って結構すごいですよね。で、その100周年を記念したイベントにですね、ベアンちょっと依頼をいただきまして、レイアウトを組み立てることになったんですけども、組み立て初日のね、レイアウト紹介というふうな形でいろいろ喋っていこうかなと思います。で、今回ね、組み立て初日で組み立てたレイアウトがですね、これになります。ザンと、伯備線の再現したレイアウトなんですけども、伯備線のね、支店終点の、伯耆大山から、ある程度ね、主要駅の新見までのレイアウトになります。で、それをね、あの各駅の配線を再現したような感じなんですけども、これね、伯備線のこのレイアウトを再現するのは2回目でして、まあ、2回目ということでね、ほぼほぼそんな時間もかかることなく組み立てれたんですけども、簡単にね、各駅を紹介していこうかなと思います。まずこちらですね、伯備線の支店終点になる伯耆大山になります。で、こちらがホームで、まあ一応ね、こんな感じで相対式のホームになってるんですけども、ここを大体ね、山陰本線と伯備線が走ってって、で、U ターンの方にね、左側を走って米子の方に行くと。で、鳥取とかね、岡山とかに行くときはこっちのここを通るんですね。ここを通ってここで中に入っていって伯備線に行ったりとか、あとは鳥取や倉吉の方に行く方が山陰本線、これですね、になります。で、一応ね、ここに貨物ヤードがあるので、ここはね、こんな感じでヤードも作ってますし、一応これがですね、王子製紙への工場への引き込み線になっております。で、こんな感じで、まあ、これはね、本当前回ね、結構完璧に組み立てたので、今回それを真似するだけというふうな形だったんですけども、やっぱかっこいいですよね。ここに EF64 がいてたりとか、ね、コンテナがバーって並んでたりするので、ここの駅は本当ね、本当楽しい駅になっております。で、伯備線バーっとここにカーブがありまして、一番最初に来るのが岸本駅です。一面二線の島式のホームになってます。で、こっち行くと、ここが伯耆溝口ですね。ここも島式です。で、バーっと行くと、上溝口かな、中の信号場があります。で、ここが鉄橋があって、で、こうまっすぐ行くと、ここがエビになりますね。エビでもね、ぴょん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 跳ねる、プリプリのエビじゃなくてね、エビという漢字がちょっと違うんですけども、三髄にこうと書いて、尻尾のぽかな。で、エビ駅ですね。こんな感じで。で、ここでですね、大体朝の8時40分ぐらいにですね、なんとサンライズと、今ね、リバイバルされた国鉄直訳もが、ここ並ぶんですよね。朝の8時40分だったかな。もうそれはね、さすがに見に行きたいので、まあ、このネウにね、通っている時にね、一度はちょっと見に行こうかなと思っております。で、ここぐーっと来て、これですね、これベーアンがね、作った向こう駅なんですよね。これプラ版でね、ゼロから作ったんですけども、ほんとこんな感じの駅なんですよ。一面一線のね、片面のホームで、ここにね、ちゃんとこれ電話ボックスなんですよ。こういう風にね、本当であるんですよね。で、これもね、ちゃんと忠実に作りました、今回駅舎をね。で、ぐるーっとまっすぐ行くと、このね、先ほど映してた根尾駅です。で、根尾駅の駅舎もね、なんと米安ちゃんと作ってたんですよね。プラ板で切り出して作ったんですけどもね、なんか面影あるでしょ、雰囲気が。で、これもね、本当電話ボックスとか作りたいんですけど、ちょっと間に合わずですね、作れてないんですけども、まあ、今後ね、小物として作っていこうかなと思います。で、この根尾駅とかね、向こう駅は別の動画でちょっと紹介していきたいなと思います。で、こうまっすぐ行きまして、トンネルをくぐって、次の駅がですね、黒坂ですね。黒坂駅もなんとプラ板で切り出して作ったんですよね。これもまた別動画で、米安工作チャンネルというようなところで、ちょっと紹介していこうかなと思います。これがね、3段、パート3ですね。田舎の駅舎というふうな形で、米安ちょっとシリーズで作ってたんですけども、そのパート3の、黒坂駅になります。これはですね、黒坂駅、11月ぐらいに黒坂駅も100周年を迎えるそうなので、そのね、100周年の記念イベントに、また米安に呼んでもらえると。本当嬉しいんですけどね。で、このビールトンネルがありまして、次が上杉かな、上杉だか、上にね、缶って書いた駅なんですけども、
こんな感じになってます。ここもね、あの一面二線の島式の方になってますね。ぐるーっと回って今度が庄原です。庄原のようになんか配線がちょっと珍しいんですよね。こんな感じで、2面3線の相対式と島式の配線になってます。で、上岩見の信号所がありまして、ぐるーっと曲がって上岩見です。ここがね、あの鳥取県の伯備線の最後の駅ですね。こんな感じになってます。で、これでまっすぐ行きまして、次が新里かな、新里です。はい、で、ここもうここから岡山県ですね。で、次が、足立かな、足立になります。で、次がブーっと行きまして、これが、備中幸次郎ですね。備中幸次郎はですね、こっちの路線、ここはですね、芸備線なんですよ。で、こっち行くとビンゴ落合と、で、これがね、交わるところになってます。こんな感じで、で、まっすぐ行くとこれですね、布原ですね。普段ほとんど停車しないんですけども、まあ、ヤクモとかね、すれ違いの時に止まってたりするんですけど、ここ秘境駅になりますね。もう本当にこの駅の周り何にもないんですよね、ほとんど。なので秘境駅扱いの布原になってます。で、そこからぐるーっと曲がってバーンと新見でございます。で、新見はですね、新線の、終点かなになりますね。これがこの緑のところが新線でこう来るんですね。中国勝山の方から来て、こっちのホームに入るかな、こっちだったかどっちかに入りますね。で、ここが大体伯備線ですね。こっちとこの2線も使ってね。で、こんな感じ で、ここが新見のね、機関庫というか車庫ですね。で、こっちも車庫があって、で、ぐるーっと回って U ターンで折り返すという感じのレイアウトになってます。で、今回のこのね、まあ、1回作ってるだけあって本当半日ぐらいで作れましたね。で、ただね、米安のまあ弟子というか、一緒に作りたいという子供がね、2人ほどちょっと来てたので、ちょっと時間をかけてね、のんびり作ったので、ちょっと1日丸1日かかっちゃいましたけども、なかなか楽しい組み立ての1日でしたね。こんな感じで、で、組み立て初日はね、伯備線のレイアウトの伯備線の、再現と、プラレールのね。で、次は2日目はですね、あそこの机の方に立体レイアウトの方を組む予定にしております。ただね、立体レイアウト、どんなレイアウトにするかちょっと悩みまくってまして、なかなか前に進まない状態です。この悩む時間がね、どれだけかかるか、それが一番のネックになってます。今回なるべく佳境をせずにですね、こんな感じでコの字というか、こんな感じでできたらなーっていうイメージはあるんですけども、まあ最初のね、やっぱり位置決めとかそういった部分でかなり苦戦しております。悩みますね、これはね。明日半日ぐらいかかって悩むんでしょうか。まあ、なるべくね、早く組み立てれるようにしたいですね。というのがですね、ネオ駅はですね、ヤクモとかがですね、並ぶんですよ。停車して、上下、上り下りのヤクモが、1番、2番のホームに並ぶことがあってですね、それを見に来たかったりとですね、あと貨物列車の通過とかも見たいなというのがあって、ちょこちょこね、ここを離れたいなと。あとは今ちょうど入ってきましたね、鉄道電車がね。何が入ってきたんでしょうか。なんかディーゼルっぽい音ですけども、キハ121かなが入ってきましたね。最近ね、入ってくるんですよね。昔はキハ120が入ってきたんですけども、120自体がね、この山陰っていうか鳥取の方の伯備線に入らなくなってしまったので、キハ121とか126がここまで入るようになりましたね。なので、ここで見れるというのはちょっと珍しいかなと思います。はい、とりあえずね、組み立て初日のレイアウト紹介はこんな感じになります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。いいレイアウトだなとか思われた方がおられましたら、できれば高評価の方をよろしくお願いいたします。ではまたね、組み立て2日のレイアウト紹介でお会いしましょう。バイバイ。